大石神社、参拝いたしました。木が青葉がもみじだ茂っている中を、歩いていきたいと思います。テニスグラウンド、お、結構な急坂。あ、でもまた何かお寺か神社のようなところに来たようです。ああ、野の仏が、ああ、これもまあ紅葉の頃は全部これもみじなのかな。曹洞宗岩屋寺、阿公から出てきた大石蔵之助はこのお寺の前の、家を作り、そしてそこで身を隠しながら討ち入りの策を練ったと言われてます。誰も来ませんので、そうですか、もうちょっと寂しいございますのでこの下に大石蔵之助さんが住んでらしたんですよ。でこっからも江戸行って帰ってきましたからね。でここはお不動産ですからね、お不動産に万博見なくたそうですよ。よろしかったらお上がりになってください。上がってお参りさせてもらいます。はい、どうぞお上がりになってくださってよろしいですよ。お不動産は閉まってらっしゃってますけれども、ですから人間って柔軟な考えを持つっていうことも大事ですよっていうことを学びたいですね。同じ判子をしてもらうんです。行ったところへ、ここどこでしたかね。忠臣蔵の中の名シーンの一つである山科の別れ、この寺の入り口でそれがあったわけではないと思いますが、その雰囲気がなんとなく味わえる感じがします。そしてこの岩屋寺の前のこの辺りに大石は居を構えていたと言われています。